皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。タカラトミートランスフォーマー SS16 バンブルビーです。というわけでございまして、今月のですね3月の22日に公開されますトランスフォーマーの新しい映画、バンブルビーがですね主役になっている、スピンオフ作品なんですけれども、それを記念してですね作られたおもちゃでございます。アメリカではね、去年の12月に公開された映画ですので、日本は3ヶ月遅れの公開となるんですけれども、それに合わせて去年の11月にこちら発売されたおもちゃでございます。ちなみにメーカー希望小売価格2800円で、僕は2200円ぐらいで購入いたしました。でパッケージを見ますとサイバトロンのマーク、そしてバンブルビーの文字、 SS16 バンブルビーって書かれてますね。この SS ってのがここにありますけど、スタジオシリーズというシリーズです。スタジオシリーズで SS ね。スタジオシリーズってのは確かね裏面に書いてあるんだけれども、スタジオシリーズとは映画に登場した様々なキャラクターたちが最新のデザインに登場するシリーズと書かれておりますけれども、映画に登場したデザインをということなので、これは今回のバンブルビーの映画に合わせて作られたおもちゃということになりますね。ぶっちゃけ僕自身もトランスフォーマーそこまで詳しくないんですけれども、映画はね何作か見ておりますので開けるのが楽しみです。開けてまいりましょう。では開けてまいりましょう。よいや、トランスフォーマーといえばねやっぱり車からロボットへの変形ですのでロマンが溢れておりますが、おーいいじゃん、めっちゃかっこいい。このねブリスターにねこの紐でいっぱい縛られてる状態で中で固定されてますね。というわけで中にはバンブルビー本体と、これは多分武器ですね、そしてこのバトルマスク、これが所属しておりました。はい、というわけで本体巣立ちさせるとこんな感じです。いや結構ねしっかり仁王立ちしますね。ただねやっぱり関節は若干緩い、なので立たせようとすると少しカクンってなりがちかな。プラスこのね車のねパーツ、これねちゃんとね変形するんですよ、ビークルの車に。で変形画を前提としているので、割とこういうパーツがね足とかに干渉してしっかり立たせるには、それなりの他のパーツの移動とかが大事になってくるんですけれども、とはいえ結構ねちゃんとねポージングはできる。それではバンブルビーの基本造形見ていきましょう。基本的には黄色の成形色を中心に、塗装はちょいちょいなんかねこういうさ車のパーツ的な部分で塗られたりはしてるんだけれども、ほとんどないかな。基本はこの真っ黄色で、もう影のなんか墨入れみたいなものも全然なくて、割とねシンプルな作りになってます。で、腕可動、肘可動で手首、取れちゃった。手首は動くけれども指の可動はないって感じかな。これぐらい動きますね。で首も回転はするね。で足はもうちょっとね変形のギミック、これ車に変形するのであれなんですけど、この背中のパーツとこの足の後ろのタイヤのパーツ、これが結構干渉しやすいので、立たせるときは結構この背中との兼ね合いを調整しながら立たせなきゃいけないって感じかな。でもうまく立たせれば全然問題ないかなって感じなんで、結構ガシガシ動かして遊べるって感じです。うまく立たせれば片足立ちのキックポーズやることができますし、うまく動かせばライダーキックぐらいできるんじゃないかなと思うんですが、それっぽい、いいじゃんいいじゃん、ほらね、ライダーキックできました。かっこいいじゃん。魂ステージを使えばこうやってライダーキック見事に完成できますね。いや、バンダイとタカラトミーのコラボですよやっていいのかなこんなことね。でもかっこいいな。そして付属のスティンガーソードですね、これは、左手につけるのが正解かな。ここにはめればこうやって装備できますし、こっちにあるスティンガーブラスターですね、こっちの武器は、右手につけることができますね。右手につけるっていうか右手を付け替えるのかな。はい、右手付け替えてこんな感じでねブラスター武器をつけることができます。すげえかっこいい。そして顔パーツですね、これ硬いな。顔もねこれでマスクを変えることができるんですが、はい取れた。でこのですねバトルマスク、これに付け替えることで、はい、これがバトルマスク状態の顔ですね。そしてこれを体につければ、はい、バトルマスクモード両手武器をつけた状態のバンブルビーはこのようになります。めっちゃかっこよくないこれ。
いや超イケメンでしょ、すげえかっこいい、マジで正義のヒーローだわ。アップで見るとこんな感じです、げえかっこいいっしょこれ。いやーなんかね、成型色中心だからさ、ちょっと安っぽいイメージもなくはないんだけど、いやここまでいくとさ、すげえかっこいい代物だと思う。そしてこれが取扱説明書なんですけども、やっぱりねこのトランスフォーマーのおもちゃといえばこの状態からの車への変形ですよね。実際これは車に変形させることができるおもちゃなんですけれども、説明書見てみると車への変形機構が超複雑というわけで、せっかくなんでね、今からこれを車に変形させてみたいと思います。はい、というわけでビークルモードが完成いたしました。いやー結構大変だったよ。うん、まあ見ての通りね、こんな感じでね、車の中ぎゅうぎゅうに体のパーツをこうやって詰めて、まあ車になるって感じなんだけど、いやほんとよくできてる、感動したよ。いやこここんな曲げんのみたいな、もうね途中の過程もねちょいちょい写真後で出しとくけど、いやもうすげえの、本当によくできてんの、感動した。あのね、実を言うと、もう説明書見たけど本当に難しくてできなくて、YouTube で動画上げてる人の動画見てやりました。それでもう15分20分ぐらいかかった、ここまで行くのに。いやーでもね、これ出来上がる時はね本当に感動する。ああ入んの、ここ入んのみたいな、こんなとこ入っちゃうの腕みたいななんか卑猥なこと言ってるみたいになっちゃうけど、いや本当にねすごいです。つうかね、これをもう一回今からロボモードにすると思うともうゾッとするわ、めっちゃ大変な気がするわ。ちなみにビークルモード、これねタイヤもちゃんと回転しますので、コロ走行も可能でございます。で実際中見てみるとさ、本当にちゃんとビークルの車になってんだよね。いやこれ普通にさミニカーだよね、すごいの。ここちゃんとさワイパーついてるしさ、細かいよな。いやいやいや、めっちゃ感動しました。ロボットになるとは思えないもんね。はい、というわけで本日はスタジオシリーズのバンブルビーをご紹介いたしました。皆さんもですね、気になった方はぜひおもちゃ屋に買いに行ってはいかがでしょうか。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。